したら、今日は車2台、バイク1台の配置で現場の方を行っているので、まあ、それぞれ単品で追っかけていると連携する意味が全くなくなっちゃうので、各々の役割をしっかり持った上で追尾調査っていうのを行っていきたいと思います。会社さんによってはバイクでそのまま追っかけるみたいなことをやる会社があるんですけど、うちの場合はバイクっていうのはあくまでも要所要所のポイントで使う形になります。なので出だしで見られたりとかしないように、なるべくうちの車両の後ろに隠したりとかっていうような使い方をしていくのがメインになります。はい、もうやっぱり連携が一番大事になってくるので。で、今回、今見えてる前方のマンションが、対象の自宅になります。で、エントランスは、正面側この通り側に1箇所だけで、対象の車っていうのがエントランス出て右、路地を右に行った左手に駐車場があって、そこに、止まってるっていう状態ですね。で、ここの張り込み場所からだと正面エントランスしか見えないので、出て右、路地を右に行った時点で丸2の車に引き継いで丸2の方で駐車場の出入りっていうのを見てもらいます。なので、まあ、このまま、私、丸1の方は、光沢マンションの出入り口を継続してこのまま見ていく形になるので、まあ、あとはもう出てくるのを待つっていう形になります。まあ、仕事行くって言ってるので、まあ、そんなに大幅に遅れたりとか時間の誤差があるってことはないと思うので、まあ、20-30分見込みしてれば出てくるかなっていうところですね。そしたら、丸2はどこから位置してる感じかな。丸2の方はマンション工事出て右で路地右、先の十字路手前右手のスーパーピーから駐車場が位置できてて、甲が入っていくのと車が出て右に行くのが全部見えます。了解。で、バイクは？バイクは G 出て右、路地右で、先の十字路左 U ターンで、まあ、対応待機。後車が動き出して P 出て右って言ったら後車の後方を蹴つけるから、それで先の、十字路右左こっちで見て、まあ、出だしのところは見られないようにバイクが頭出しながらついていくから。了解。そしたらじゃあ丸1このまま1開始しちゃいます。あー、で、多分こうだな。出てきた。白のシャツ、紺のズボンに紺のビジネスバッグ。あー、仕事なのかな。とりあえず出て右ね。出て右で1個目の路地をちょっと振り返りながら右。今見えてない。了解。こっちはちょっとスーパーピーパンパンで見えなくなっちゃったんで、タッチで見て。了解。もう戻ってくればこっち分かる。 P 入ったら教えて。コンビニの P にこっち映っちゃうから。了解。あれ、こう丸2の方で確認で今 P 入りです。了解。バイクの了解。校舎出てきました。あ、はい、今敷地出入り口、今流れ待ちで借りますね。ゆっくり今出て右。バイク了解。後ろつけるよ。で、確認ね、遠目で確認。後ろはつけてる。了解。で、先止まれ、流れ待ち、ウインカー出るよ。あ、右ウインカー出た。了解。まだ流れ待ちね。で、今右。了解。で、こっちでも確認で、先、左カーブ？ウインカー、まあ、つけるよ。で、やる左カーブ。了解。まだ見えてないから。信号は14。いや、左ウインカー。左ウインカーで、路地、右先、あ、そこね、コインティーの先行って。そこの路地左。了解。なんだろう、住宅街だな。曲がって、今、1個目の止まる付近ね。バイク了解。車通りとか全然ないようなと。バイクはちょっと隠れてた方がいいかも。止まれ左だな。なんだ、火出て左行けんじゃねえか。バイク了解。とりあえず今止まれを左ね。バイク了解。丸2、右手通りを次は次の路地左だからね。
了解。で、左曲がった後信号は14。結構ゆっくり走ってる。片方で止められたな。あ、信号か。信号だ。信号が青で今通過で、この先が片方になってて、片方で待ち。バイク了解、後ろ。で、後ろ0で丸2ね。はい、了解。で、今片方通過。丸2詰めてた方がいいよ。丸に了解。またその先の信号も青で通過だけど、また片方ね。バイク了解、後方待機。了解。丸に信号で行けてません。了解。片方抜けてすぐの信号は通過。その先、200先が赤で待ちになりそう。こっち今手前。バイク了解。で、その200先の信号で待ちになる。ああ、その信号は今青ね。ちょっとこっち行けないな。バイク了解。バイクが平行ショートカットして、この方行くよ。了解。今こっち間2台入ってる。了解。で、さっき信号は間にかなり遠め、信号が通過されてるから。了解。揺れ左カーブ。信号は14。あ、青だ、青。左ウィンカー。突き当たりの信号青ね。確認じゃよ。で、今左。点滅はなし。後ろで了解。いやー、先で待ちだ、待ち、待ち。でもそれで間につけちゃった方がいい。はい、了解。これ結局 P 出て右です、止まれ、左行けばよかったんだよね。そうだね、ちょっと警戒があんのかもね。左寄ったな、路中だ、やだな。ああ、了解了解。スーパーの手前で見れる。後方で見れる。そうか、一回通過で抜けちゃう。了解。降りるのも分かるから。了解。バスが乗るのも分かる。すれば。信号通過して路中車の前にこっち路中で抜けちゃうわ。バイク了解。ああ、こう降りんな。こう降りて。あ、一応絵は取れてる。トランクのとこと、まあ、別に6ではなさそう。なんか車を見てる感じではある。了解。で、ドア開けて、運転席開けて。トランク開けてる。丸につけたら教えて。丸に了解。1は俺でするからさ。対応で、そのトラックの後ろあたりについてくれればいい。見られない方がいいから。了解。今着きますよ。バイク了解。で、こうトランク閉めて、運転席乗り込みね。はい。落ちとかは来てねえな。まだ何も動かず。乗り込んではいるからさ、いつでも出れる状態になってるはず。了解。あ、ブレーキ消えた。進行方向出発。で、先青ね。丸に出て。了解。で、こっちで間ゼロ。1個信号通過。先点滅してます。バイク了解、後ろ。その先赤。その先赤。先赤。あっちになる。で、信号右レーンで先頭待ちです。バイクで直進行って、路中で。バイク了解。了解。間1で着きます。バイク了解。後ろ来てないからすぐ出なくてもいいよ、丸に。左寄ってる。で、左レーン。
左ウィンカー出てたな、今。先が赤。うん。先が赤で待ち、バスで間1です。了解。一応バイクが左カバーするよ。バスで見づらいですよね。そうっすね。お願いします。左矢印です。左矢印。うん。で、左は見れてるから。了解。あ、左だ。左了解。バスを遅いから俺右側車線。走行が早いかもな。信号2個通過してて、先も赤です。了解。あ、バイクが行けるよ。まっすぐの矢印出てる。了解。後車対第一。バイク了解。じゃあ、黄色黄色で行かれてる。一応バイクがついてる。黄色で、右で、右。これ、俺通りだから。ほとんど車無理だな。了解。スクールだけど、スクールは入らず、なんかってる、家の方面。4号ね。一個入らず、了解。入らず、4号、なんか、家の方面。で、先も青。で、とりあえず、2000に聞いて、ついてきて。了解。で、その先も通過で、その先も、矢印が出てる。直進方向の矢印ね。了解。で、矢印信号も通過。下上の信号。下の上の信号通過で何かってる。あー、で、ハザードね。校舎ハザード。先左側路中。まあ一応直進はできてるから。了解。なんだろう。自販とかそういうのかな、まあ、とりあえず直射できてる。オツも乗り込めば分かる。歩道から見てるからさ、校舎の左後方。ああ、こう降りてんな。降りて、ドア開けてまた何かやってる。了解。一応これ直射はできてるから。電話してんの？そう、電話中だな。あ、電話しながら乗り込み。多分時間調整してる感じがするよね。了解。で、乗り込んでブレーキランプで、先は一応赤。了解。あー、こっちもちょうどいいタイミングで青になるかもしれないな、動けば。バイク了解。あー、一回後方に路中ね。丸一は後方路中。了解。先一応青になってるけど、ブレーキランプ、こっちで見える？いや、車はこっちは見えない。あー、今発進、ね、今発進、右ウィンカー出発、発進了解。まだ点滅してない。直進行きますよ、今通過。了解。あー、それは丸20？これ丸20です。で、今右ウィンカー、あー、そのまま右行った。もう一個右。あ、バイク了解。了解。これ上の駅方面だから一番左ね。え、後ろつきたくねえな、これ。ちょっとずれたところで直進。了解。こっちが校舎の一個右のレーンから見えてる。バイク了解。な、6ありそう？まあ、変だよね、動きがね。うん。で、信号青ね。バイク了解。で、道なり右カーブで通過。上野公園方面っていうのかな。路駐車がいて、一個右にずれてきた。あー、ハザードね。うわ、嫌なとこ止めんな。いや、行きないか。うわ、こっち対応できない。うん。あー、了解ね。あー、いやいや、動き出し、動き出し。また、あー、そのまた前だね。信号の手前で路駐。こっちは車1台挟んで見えてるかな。で、バイクで見えない位置で一応直視はできてる。で、丸2が多分1できるな。いや、できない。こっちは降りますわ、降りる。あー、了解了解。今、助手席側だけは見えてるから。こっち運転席は見えてるから、降りればわかる。うん、もう上野の駅前だから、
ボツが来る可能性もあるからさ。ねえ、すぐ対応はできるようにしてるから。いつでも出ても大丈夫。了解。え、丸に立ちで見てる？丸には一回立ちです。すぐ車戻りますよ。助手席側も見えてるんで、誰か乗り込めばわかります。前で密集してるんで、あ、降りたな。こう降りたよ、降りたよ。了解。放射の前方の方行って、ちょっとこっちから見えてない。見える？こっちで今もあれです。見えてる。あー、でも後ろ向いてるんでちょっと気をつけてください。了解。あれ、なんか携帯取り出して、下目撮ってる。ちょっと、ロックかもしんないです。え？よ。後ろ向いて写真撮ってます、携帯で。あ、なに？こっち撮ってる。後ろ向いてるんで。うん、後ろの方向いてます。ちょっとやばいかも。なんで車、うちの車のこと撮ってんの？いや、ちょっと待ってたね。なんか、校舎の写真を撮ってるっぽいさ。校舎の、うん、校舎の写真撮ってるっぽいよ。何やってる？後ろの景色とかっていうよりかは、カメラ下に向けてるんで、多分校舎の写真撮って回り回ってる感じ。仕事はだって池袋だよね。そうだね。だからここ全然違うから、単すんのか、ちょっとわかんねえな。自撮りしてる。校舎と一緒に自撮りしてる。自撮りしてる？自撮りしてる。了解。自撮りしてんの、こっちからも見えた。了解。一応、後ろも多分映っちゃってるんで、気をつけた方がいいかもしれないけど、うん。了解。あれ、着替えた、着替えたっていうか、あ、上着着ただけか。赤い上着ですよ。うん。また写真撮ってる、やだな。自撮りしてますよ、自分。座り込んじゃったよ。確か、校舎は嬉しそう。買ったばっかりって言ってましたもんね。うん、すげえ嬉しそう。あれ、校のインスタとかって分かってんだっけ？インスタ分かりますよ。あとで見た方がいいかもしれない。いやでも丸いにバレたらさすがにあげないだろう。いやどうすか、丸いが知らないアカウントだったら。あ、裏垢ならありえるね。丸一の前のトラックでこう見えづらいんですよ。上に歩道橋あるんでちょっとそっち行きたいですね。バイク大丈夫ですかね。対応できなくなっちゃいます。はい、バイク了解。バイク後方で待機してるから車対応は OK で、全部出だしは聞けるからいいよ。了解。ちょっと動きます。今、校舎の脇、ここは携帯いじりながら、やっぱり、うん、車を撮ってるよね。あ、で、今、上着いて、だいぶ見晴らしいです。周りも見える。校舎に乗り込むのも見えるし、散するところも多分、この車周辺だったら、全然、全部見えます。了解。若干ね、やっぱ駅の方気にすることがあるから、駅表面から来ると思うんだけどね、うつが。駅向いてますもんね。そうだよね、うん。校舎乗り込みです。了解。バイク了解。また降りてきそう、降りてきます。了解。駐車位置気にしてたのか。ああ、手挙げた。反した、反した。ああ、了解、了解。落ちてる。はい。助手席開けて。ああ、扉開けてるよ。ああ。今、助手席に、エスコートして乗り込み。茶系の上着に茶系のスカート、ショートカットで、
10代後半ぐらいなのかな。バイク了解ね。対応はできるけども丸にも戻っちゃって、丸に戻っちゃっていいや、乗り込みね、乗り込み。信号はまだ、すぐの信号は青。こっちで全部見えてるから。バイク了解。まあ、いつでも行けるから、バイクは。あ、また降りた。あ、2人降りた、降りた。2人降りた。あ2人降りた、了解。なんか車の説明をしてるっぽい。何に車を戻りました。うん、なんかなんか四股踏んでるみたいな格好してるけど、なんか車のラインが綺麗だみたいな話をしてるよ、これ多分。レンタカーの開始前のチェックみたいな感じで車の周りを回ってます。傷のチェックですかね、これは。バイク料いっぱい。モツは苦笑い。あ、またハートビル開けてる。たまにペコってお辞儀するんだよね。そんなにあれなのかな。あ、で、オツ乗り込み、コウも乗り込み。あ、動き出し、動き出し。手前は通過。ガードくぐった先が赤で待ちになる。バイク了解。真ん中レーンね。青に変わった。こっち入っちゃうよ。バイク了解。で、ガードくぐった信号を道なりに通過。左カーブ。バイク了解、後ろ。左カーブ抜けてすぐの信号も青ね。車線変わらず、同信号も通過。50先も青。足りちゃって。通過だね。了解。見える信号全部青。ああ、見える信号は全部青。了解。後ろで各車です。了解。ああ、間が抜けちゃったな。一回抜ける。ちょっと詰まってる。左側車線が。了解。で、右ウインカーで一個右移った。はい。で、また左レーンで通過して、左レーン移って、もう一個通過。先もまだ真っ直ぐの矢印出てます。バイク了解。青ですね。倍が1。で、丸1が手前間もなくなってる。了解。もう一個通過して左カーブ。あ、左コブ途中の信号、黄色で通過で、先赤で待ちになります。こっち一個手前。バイク了解。間3ぐらいで丸に。了解。あ、左、一番左寄ったね、路中。うん、やだな、路中多くて。こっち通過で来ちゃうよ。よかった、通過だね。直視できてる。うん、車1台挟んで直視。うん、窓閉めてるから降りんのかな。あー、今ね、動けば分かるけどね、もう1台入っちゃってるから、上りよりが厳しい。了解。こっち進行方向先の信号通過した先で路中ね。ちょっと校舎見えない。了解。運転席は見えてるから降りればわかる。あ、降りる。降りるな、また。ドアも降りますよ。コンビニがあったよ。コンビニがあった。左にローソンかなんかが。了解。あ、こうバス持ってんな。左側の歩道入ってってる。丸に行ける？丸に今、歩道で今、こう丸です。あれ、オッツは？オッツもいるな。オッツ、あ、入った入った。コンビニか。了解。コンビニ入ったってことは、なんだろう、ドライブかラブホテルか。まあ、ちょっと
うち軽く何買うのか見てきますよ。そうだね。バイク了解。おつがを欲しいの。おつがを欲しいの。おつの写真撮る。あ、コンビニの真横ってつけられるの車。つけられる。つけられる。校舎の後方で入り口前につけられる。そしたらコンビニの真横につけちゃうよこっち。あ、丸につけられる？あ、丸にやるか。丸に今中入ってるのか。うん、了解了解。そしたらこっちコンビニの真横つけちゃうわ。バイク了解。まあちょっとそっち U ターンに時間かかりそうだな。ああ、U ターン禁止だねこっちはね。うん、 U ターンしちゃいけない。そうそう、オスは店内でバラバラで、今そうだって見えてるんですけど、オスは見えてなくて、飲み物を選んでるのかな。ここは了解。トイレかもしれないです、店内で。うん、行きましょう。うわ、校舎の真後ろになっちゃうのか。あ、しかもバイクが通ってた。あ、俺の場所動かそうか。でもそしたら顔取れないんだよ。俺の場所じゃ車で顔は取れない。じゃあそのワンボックスがちょっと待って、とりあえず今路中ができない。うん、コー飲み物買うだけっぽいんで、ちょっとこっちも出ちゃいます。了解了解。出て左に行くわけだよね。うん、出て左に正面取れるようにしておきます。うん、丸に立ちで取っちゃって、ちょっとここでやっぱり、オツ、女性の顔を撮るチャンスっていうのがあんまりないと思うんで、こういうコンビニとかどっか立ち回った時に、まあ、顔写真っていうのを狙います。はい、車乗ってると結構ガラスの反射とかで撮れないことがあるんで、このままホテルとか行かれちゃうと、もう撮るチャンスがないかもしれないので、もう撮れる時に撮るっていうのがやっぱり鉄則。依頼者の方って顔って実は別に必要な情報じゃないんですけど、依頼者の方がやっぱり気にするのって浮気相手の顔とかを気にするんで。飲み物持ってる、出て左、了解。いらない。車の乗り込みとかちょっと見えないんだけど、バイク見える？バイク了解。まあこっちで見れるよ。了解。顔撮り OK ですね。こうが今運転席ね。はい。で、こう乗り込み。了解。丸に戻っちゃっていいよ。了解な。進行方向すぐの信号は赤。了解。バイクの方で、今見れてるから立ちで。動き出したら分かる。で、先信号が青。動いたらもうすぐこっち対応つくからさ。マネミリ了解。校舎動き出し。動き出し了解。後ろまだ来てないです。今青に変わって。うん。了解。了解。マルニー了解。フードバスの信号は通過。了解。後楽園がいれば。のか。左側ゆっくりだから。やたらゆっくりになったな。ゆっくりですね。ああ、うん、遊園地だ。入る？遊園地があります。いや、遊園地は分かんないけど、手前の信号通過で、先も信号青です。矢印青。了解。後楽園は遊園地だっていう人好きだよ、俺。まあ、海方面ですよね。海方面まだ分かんないけどね。動き出し
左、あ、左に移り、ん？違うか。あ、いや、左だな、左。左移った。いや、右でしょ。ここ、首都高。うん、あ、ごめんごめん、右、右。右移って、首都高の入り口の、神田ランプのとこで待ちだね。マリニ了解。点滅ね、歩行者点滅。あ、バイク、マリニ行けないかもしれない。で、校舎は今右に。あ、首都高入ったからね、首都高入った。いやー、首都高だ。首都高、渋滞してるか詰めていた方がいいかもしれない。こっち間1ね、合流でちょっと怖いから、バイクちょっと詰められるようにしといて。了解了解、いつでも行ける。ETC レーンで通過、西神田の ETC 通過で、運転合流しないかな。三車線で、今一番左ね、そのまま竹橋は神田橋方面。神田橋方面。はい、行ってる、了解。あ、なんか変な走りしてな。軽自動車に煽られそうな。あ、左ウィンカーで。おー。左来ちゃったぞ。左来ると出口なんだけどな。まあ、一つ橋は降りず、なんかまた左に寄ってる。また変だな、動きが。これ一車線に絞っていくからさ、先で。あー、了解です。一台入れます。右に絞って、また合流ね。了解、間1です。後ろバイク。了解。まあ、比較的流れてて、今本線合流のところで、合流。おー、なんかすげえギリギリだな、これ。一応左側車線。ちょっとやっぱ早いな。丸二で間一？早い？バイク、前行っちゃうちょっと。丸二で間一、うん、そうっすね。間一で、左レーン、早いっす、結構やっぱり。ちょっと一回バイク行ってもらっていい？あ、丸一左読んで、これ。一回左追い越しに行こうか。あああ間2です。それで間3。今間3。バンザンの分岐になってるから間3変わらず。で、横浜方面、分岐右、間1かな。2車線になってて、左側。了解、前出ます。バイク了解。で、右カーブの後合流ね、借りちゃって。あー、トラック借りちゃった。まずい。バイク行けます？トラックで阻まれました。あー、バイク了解。で、校舎ちょっと先に見えないな。で、3名ですよ。今、右側です。了解。はい。で、そのトラックも遅いから。了解。で、羽田、1の3番下通過。了解。トラックどけて、こっちも0です。バイク了解。いや、それでゼロだね。ああ、左がアクアラインか。ああ。うん。アクアラインだね、左。そのまま、左入っていく。了解。大丈夫、カーフェ分岐あるから詰めておいた方がいいかも。了解。見えないんだったら前出るよ。
ちょっと待ってください。見ます、見ます。あ、右行ってる、右。右、右。アクアラインね。出口、浮島の出口も出ず。間のトラックが遅い。あ、じゃあ行くよ。まあまあ、これでももうアクアラインしか入れないもんね。海ですよ、両方。予想が当たったね、海。海来ましたね。なんか変な動きしてんな。真ん中走ってる。道路の真ん中走ってたけど、今右レーン戻りました。間は位置変わらず。了解。こっちは左側車線走ってるから。了解。で、300メートル看板通過で、料金所が先500です。了解。左来ればこっちで。左になんか寄って、出るけど、あ、左ウィンカー、あ、お、左ウィンカーで金田出口の方に向かいます。了解。出口アウトレットか。じゃあ、うん、Cレーンから出ます。はい、こっち一回前行っちゃうよ。了解。出ました。アウトレット、ああ、急に左ウィンカーね。左ウィンカーで抜けてはいきます。いきます。ウィンカーアウトレットだね。ちょっとこっち戻るのに時間かかるかもしれない。了解。左行ってしばらく信号ないです。どうかな、5、600メートル先ぐらい。バイク了解行くよ。なっちゃうから。了解。あ、左ウィンカーで入る。了解。あ、そこ中央分離帯でしばらく来れなそうですね。そうなんだよ、先で U ターンしてくる。了解。で、敷地入ってって突き当たりを右方面です。敷地入って突き当たりを右。了解。あー、出口に来た。すれ違った、こっち。出口だよ。右回りなんすね。どっからまた出そう。了解。で、出て左しか行けないかんね、この出口は。了解。あー、確認。行ける？いや、ちょっと時間かかりますわ。了解。こっち今。出ちゃってる？はい。出て左。あー、痛い、変なとこから。こっち強引じゃないけど、歩道使ってなんとか対応するわ。で、こっち行けるよ。先信号が青で、まあ、うん、U ターンだな。U ターン。くそ。ちょっとこれは。いや、まあ、バイクが行けてる。了解。で、U ターン。何なんだろう。また同じとこ行くとか、なんか結構 U ターンするけど、まぐいな。で、先がね、青、一番右レーン。バイクがゼロ。まあ、ゼロでつける。で、先青ね。右ウィンカー、多分またもう一回次入ると思うよ。どういうこと？あ、なんか、やっぱ U ターンするな。あ、次も右手やった。U ターンじゃない、信号右ね。で、マウンチとピンの間の道、マウンチとアウトレットの間の道を入ってってる。で、間ゼロ。了解。こっち間に。なんだろうね。了解。なんか探してるのかもしれない。間にじゃねえ。間1だ。うん。で、アウトレットピーの方に向かってる感じがある。
方向的に。今押した。あーで、P に入ってった。中毒って書いてある P に入ってった。ただ、ここバイク行けないから。バルで探すか。セレナが入ってったとこだよね。そう。見当たんねえな。もう止まっちゃってるかもしんない。ああ、痛い。戻ってきてる、戻ってきてる。右、右で。また通路戻ってきました。右、右で。いや、その、丸一が敷地入ってすぐ右に行った先のところに今いるって感じですね、場所的には。了解。ちょっと中、一方通行だから。で、敷地入って右行ったとして、4つ目、5つ目ぐらいの通路、すぐ左手のところに駐車してます、今。ああ、確認、確認。いたいた。了解。見える場所わかんないんで。ちょっとこっちも強引に後ろついちゃうけど。ちょっとこっち歩き対応できるような場所にもう止めちゃいます。そうだね、丸にさ、アウトレットの店舗の方に行っちゃってていいや。了解。先降りて待機してます。あ、で、確認確認。こっちで確認。了解。まだ乗ってる。あ、歩き対応行けます？そのまま丸一。行ける行ける。で、今、方が降りそう。とりあえずこう降りて、オツは乗ったまんまだな。了解。で、バイクは離れたところのバイク P だからさ、車の方いられないから。了解。で、赤いジャケット着て、荷物をなんか整理してる。丸に了解。ああ、おつも降りた、おつも降りたよ。了解。トランクからに荷物入れてんのかな。赤いジャケットがまた出てきたぞ。ズボンか。え、ズボンも赤いんですか。いや、違うな。赤いジャケットをオツに着せようとしてるけど、オツが嫌がってる。了解。なんか説明してる、ジャケットについて。ジャケットの説明をしてるんですか。でも多分、うん。羽織ろうとしてるね。あ、いや、嫌だって。返された。あ、着てないんですね。了解。いや、うん、だって、オツ服装的におかしいよね、あの赤のジャケット着てたら。こだわってますね。とりあえずね、荷物は置いて、トランクにしまって、歩き出ししそうだね。校舎の後方の方から回り込んで、アウトレットの建物方面。了解。校舎の写真撮っといて。了解。こっち歩き対応行っちゃうよ、このまま。あ、お願いします。あ、なんかドライブレコーダーみたいについてるな。カメラ？ちょっと待ってください。遠目から今ズームで見てます。喫煙所入り。あ、了解。あ、赤いザクが、赤いザクでした。ザク？意味がわからない。赤いザクが、ドライブレコーダーじゃなくて、赤いザクでした。それ
何を言ってるかがよくわかんないんだけど。それカメラじゃなくて、なんかザクの模型ってこと？フィギュアなのかな？置物ですよ、ザクの。赤いやつ？赤いザク？赤いザクです。ガンダムの。ああ、そうだな。フィギュアがあるってことね。うん。はい。それシャアだな。あいつシャアだよ。施設入って案内板かな？案内板で。入ってすぐの案内板でお店が上がってる。了解。まあまあ買い物だろうから、そんなここは無理しなくてもいい気はするな。了解。こっちも入りましたから。今、右手ラポステとか。了解。交通自分も確認です。あ、プラザに入るな。プラザいるね。出入り口はこっちの面だけ。了解。まあ、ちょっとごめん、多分だから、ちゃんと確認してない。それで入った面はこっちでも見えてます。了解。入った面に2箇所。そう、は抜けらんない。店内見ますか、こっち。軽く見て、店内、うん、そこそこ人いるから、軽く見れたら見ちゃって。了解。丸に入りますね。絶対。あ、服じゃないんだ。なんか、食べ物かもしれない。コーツ中で確認。絶対。向かって右の出口か向かって左の出口か、どっちが出るか分かれば、こっちで絵が撮れる。了解。とりあえず今、店内の奥にいて、まだ出る様子とかなさそうです。今、こうするレジ。あ、なんか買ってんの？なんか買ってますね。赤い靴だな。なんだろう。赤い靴ね。赤い靴ね。なんだ、どんべい？いや、赤いなんか、赤いなんかなんですよ。何かはちょっと、うん。何かは分かんなかった。あれ、支払いはどっち？出してるのはこうですね。そうだ、でかい。今、買い物を終わって、セールの方面。今、出て、向かって右から出そうかな。向かって右から出そう。どっかいい。間もなく出ます。はい、はい、確認。今、出てきて、まあ、まっすぐね。出口出てまっすぐ。了解。左手。ナノユニバース入り。まあ、ここなんか入んないでいいや。狭いし。了解。じゃ完全に隠れちゃうよ、一回こっち。了解。出てきたら教えて。二人で見られてもしょうがないんで、一人は隠れて、一人が見てるっていうかな。で、出て左です。出て左、了解。この先路地に行ったところで隠れてるから。了解。あ、で、すぐ左手。なんだろう、レゴ。レゴ、レゴね。レゴガンダムない？大丈夫？あ、ちょっと狭そうだね。ちょっと見てみるね。了解。あ、外から見えるのでちょっと見ちゃう。了解。あ、なんかやっぱ赤いブロックばっかり気にしてるね。まあそうですよね。赤い車よこったよ。
了解。あ、出口方面ね。ちょっと抜けちゃうよ。了解。見える？見えてます。で、今出てきて、左かな？左です。了解。この確認。ああ、飲食店だね。飲食店街って感じですか？うん。入る、入る。何や？飲食店入り。ブレイクファーストレストランって書いてあるんで、朝食ですね。朝食ですね。下に言うと。昼なのに朝食ね、了解。うん。それが売りみたいです。うん、こっちで取れてる。ただ。ちょっとさ、あれにこっちのは、こっち来て。え？フォーメーションベッドやろう。ちょっと一人で立ってるとあれだから。壁になって。ああ。了解。一回俺の前で伝わっちゃって。あ、もういいよ。俺と話してるから、テレビから。忘れてるから、せんな。結構6とかあります？まあ6はないとは思うんだけど、さすがにね、木更津まで来ちゃえば、あれバイクどうする？バイクそのまま帰ってる？そうだね、車対応で、車校舎方面のタイプだね。了解。あ、出そう出そう出そう、立ち上がる。こうがレシート持ってお会計だね。大粒で組んでます。了解。正面回れっかな。周りに正面回ってきて、こっち後ろから見てる。了解。いい感じで正面 OK です。指輪ついてるな。すげえ、ごっつい指輪ついてる。これ、指輪じゃねえの、ただの。え、違って。左薬指ってよ、左薬指。あー、了解。去年、さっき見てた看板は飲食店。どっか飯屋行くかもしんない、フードコート。レストラン。了解。フードコート建物入りです。了解。で、入ってまっすぐ。了解。これはいろんな方向抜けられそう？まあいや、ちょっと、そうですね。してて、ちょっと看板見ちゃあ、全然抜けられちゃうからさ。いろんな方向に抜けられちゃう。了解。右側のフードコートの手前の看板見てます、今。ああ。看板見てんだったらもう、そうだね。うん、そこで食べそうな感じはします。食べそうだね。食べそうですね。うん。注文を終えたかな。
で、ここは入れ替えで注文してる。まあ、そこにするとこだね。了解。オツはもう一人で食べちゃってんの？いや、食べてはいないですね。多分、席座って、待ってますね。携帯いじってるのか。はい。あ、で、注文終わって、こっち方面歩いていく。了解。で、今、オツと合流しました。了解。すごいね、ずいぶん奥さん待ってたね。そうですね。今日は水か。マルニどっから見てる？マルニは、奥の左方向ですね。了解。フードコートの出入り口側の、入った出入り口側の方から見てる。ああ、了解。あ、ちゃんといただきます。違いました。食べますね。オーラが入ってったところの出入り口マークができてんだよね。はい、見えてます。ただ違うとこから来る可能性もあるからさ、一応こっちマルチの方で校舎の直射しとく。お願いします。あ、交通確認です。今出入り口方面ですね。了解。腕組んでんのかな。ん、甲がオツの腕を組んでる。甲がオツの腕を組んでる。甲がオツの腕を組んでる。はい、仲良さそうですね。どっかいい、なんか買ってもらったか。あ、でもこうが、こうがか、こうでしょ。で、出てきて一応まっすぐ、右行けば、右斜め前の方行けば校舎方面って感じです。了解。どこまで見える？もうちょっと見えてます。あ、今こっちの前を来ます。通過で右斜め前方面もう見えなくなります。了解。まだ校舎の右後ろから来るかな。はい、お願いします。見えた。ああ、そういうことね。で、校舎のとこまで来て、まあやっぱり校がドア開けるんだね。大津が乗り込み。了解です。で、校も乗り込みね。一旦切る。了解です。あ、ブレーキランプ。了解です。ライトついて、なんかミラー畳んだまま出発しちゃったな。おお。とりあえず出発ね。はい。まっすぐ左手前にある、左にある出口。了解。今出口ね、頭出して。出て右かな。バイク了解、確認。まあ、遠目でバイクが間ゼロ。了解です。先突き当たり。止まれになるね。了解です。はい。今通り流れましたな。ウィンターは14。了解。このまま真っ直ぐ。
まっすぐ了解です。すぐ。すぐ。ああ、で、右カーブして左ウインカー。これで通り流れました。了解。ああ、了解。まだ流れ待ち。間1だな。了解。で、今左。で、さっき信号2発が青。2車線で右側レーンね。一応高速入り口が右側な。で、黄色で待ちになる。当社は直進に。あ、右折レーンね。あ、右上げで閉めてる。行けちゃうかな、これ。ちょっと詰める。いけるね。これ、校舎や右矢印で右。で、右行ったら抜けるから、先青。了解。こっちも行けてます。一回抜ける。こっち、丸字間もなくね。了解。点滅なしで一つ抜いた。先も青です。こんだけは赤。バイク了解、後ろ。はい、一個右にずれました。で先赤で待ちになりますね。一旦抜けます。バイク了解。右ウインカー出てるな。右矢印が黄色から赤で待ち了解。右折レーンかちょっと分かんないけど、右から2番目レーンぐらいで赤待ち。信号は通過で、その先全部青だから了解。進めます。はい、右ウィンカー、はい、信号通過して高架下で右ウィンカーで信号右に行きますね。今右バイク了解しろ。まあ高速方面だね。看板的にはアクアライン方面って出てました。バイク了解。丸一も後ろね。アクアラインか。高速入り口、アクアラインですかね。高速入ったら3倍速くなる。3倍。あ、ごめん、前入れて。ごめんね、大事なセリフしたときに。2倍。3倍速いんだ。3倍最悪は。3倍。ダンプ来てるから気をつけてね、左から。はい。で、本線合流、こっちは間1で行けてる。2車線の左側。右が見づらいけど、ああ、見えてる。了解。間1でこっちは行けてる。後ろです。人がいい。ああ、間空いてきてるんで、ちょっとこっち前出ますけど、あ、バイク行けます？バイク了解、行けるよ。バイク今、間に。結構距離空いてきてます。丸1が間1、丸1が間2。了解。また詰めるよ。了解。で確認で、まあ、左車線でバイクがこれで間1です。あれ富士山ですか。富士山。あれ、そっちさ、左行くの見える？丸二の方で。ああ、了解です。見えるようにしてますね。了解。潮踏み方とある。あ、左ウィンカー、左行きます。海ホタル。の看板は出てるから。バイクは1回のピー行っちゃうよ。これ上の車行けないからさ。了解。スタジオ入
入って結構車がいっぱいだな。どっか止めれるとこ止めちゃった方がいいかな。一応ね、今、校舎はちょうど中央部分、自動販売機がいっぱいあるところ。了解です。そうだね、突き当たりに今止めた。了解。降りますか。あ、そっち歩きたいよ、できそう？行きますよ。こっちちょっと通り過ぎちゃうからね。了解。校舎見えてます、こっちで。乗り降りも分かる。了解。丸一も進行方向行った先で。こう通ります。了解。ああ、こう赤いジャンバー来た。赤いジャンバー来てます。了解。オツは見えてる。了解。風が強そうだな、なんか。トランク開けて。なんかカバンの中に赤いのが飛び出してるんだけど。どうしたよ。とりあえず施設方面ね。了解。そのエスカレーターを過ぎたあたりぐらい左手に止まってます。あ、で、歩き出して、見えた。了解。見えます？そちら。うん、こっちでも見えてる。エスカレーター上り。上り了解です。靴が下向いてるからちょっと気をつけて。了解。階段でも上がれるか。4階で降りて、まっすぐ行ってるのかな。いや、インフォメーションで立ち止まってる。で、U ターン、U ターン。あ、4階降りて右ですね、右。ノースキャビン。停止線？ノースキャビン入り。コンビニの脇を通過。一旦下がっていいですか？いいよ。レストランとかあるね。レストラン。コンビニは通過して、今右手お土産売り場。了解です。あ、突き当たって右で左手の扉から外出る。展望デッキって書いてある。あー、人いなさそうだな。鐘があるの。鐘に並んでる。そう、ちょっとね、人がいないから行きづらい。あ、上から撮れるから上から撮っちゃうわ。了解。建物の中から一応鐘は見えてるんですけどね。あ、一応コーンも見えてるな、赤いのが。外は出ない方がいい。見えるよ。外は人少なすぎる。とりあえず中に来た時太陽で一回中にいます。で、順番が回ってきて、あ、鐘鳴らさないのかよ。鐘が開いたのに、あえて鐘には行ってない。
了解。あの防寒着着せてます。防寒着寒いですか？風があるからね。フーが持ってた赤いやつ、あのカバンに入ってた赤いやつですね。じゃペアルックなの？俺は今ペアルックって金ね、今金鳴らすよ、鳴り響くよこの音ね。うるさい。すごい。すごい鳴らしてる。あ、もうなんか神社のようにさ、お参りしてる。それは何の鐘なの？手合わせた。これなんすかね。なんかでも、また鳴らしてますね。なんか6回以上鳴らすと不幸になるって書いてあるんですけど。なんかすごい満足げで、あ、また写真自撮り、オツは入れずにこうだけで自撮り、こうだけで自撮り。どういう状況ですか？金を取るならさ、こう上からのアングルで取ってんだけど、金取るんだったら下からじゃないの普通。興奮でます。ああ満足したっぽい。入った方から出そう。了解。真っ赤かね、二人とも。中入ってきた。中で確認。はい。で、入ってきて右です。戻ってきた方と逆に戻ってきます。来た方右だけど。はい、右です。あ、来た方通りに戻って。はい。セブン沿いを左です。了解。で、そうですね。で、自動ドアくぐって、まっすぐです。登るのかな？はい。登りね。了解です。で、登り切って、右に行ったな。了解。もう下降りました？ね、うん、最初の階段を降りて、オブジェみたいなあるとこ、ちょっと明るいところ。了解。オブジェ脇はスルーが止まるかな。止まったな。また自撮りだ。いや、決めつけちゃいけない。自撮りじゃない。オブジェを背景にオツに撮ってもらってる。こっちでも見えてる。もう一枚撮ってって言ってるような気がするけど。そのまま私に後方向階段下っていく。はい。あと話してる。了解。こっちに右後ろの方から、こっちを丸です。了解。
こっち左後ろから見てる。なんだろう、下に人がいるから待ってんのかな。ああ、これも順番待ちとかなんですかね。いや、わかんないけど。あ、歩き出しに下の方行った。うん、あれ。見えてる？ああ、下で書く。見てても、ああ確認確認、こっちも確認ね。次回俺下から撮っちゃうよ、そしたら。了解。ちょっと同色で状況分かりにくいけど、多分いつも腰にて回してるような気がします。ああ、回した回した。同色で状況分かりにくいけど、多分いつも腰にて回してるような気がします。ああ、回した回した。ああ、キスするキスする。ああ、キスするキスする。取れた？自分の方から取れないです。オッケーオッケー。うん、取れた取れた。あ、戻ってきますよ。こっちで見える。で、歩き出して、まあ、階段登ってる。丸にこれ右回りでダッシュで回り込める正面。ダッシュで。周り正面取れてるぞ。そうそうそう。エスカレーター下るだろうから下から構えてもいいや。でも真ん中ぐらいね。了解。いらない。正面 OK です。了解。さらに下るか。あれ、P 何階だっけ？ 3 階？ 2階です。了解。で、もう一個下ります。2階方面。了解。2階で、おお、分かれた。なんだなんだ。じゃあトイレか。あ、奥はトイレで、こうは男子トイレ。ああ、トイレだ、トイレトイレ。了解。こっちこう見とこうか。はい。男子トイレ出て、右からトイレの出入り口回った。了解。こっちは女子トイレ出て、左で出入り口回った。了解。さあ、出てきた。こうが出てきた。で、女子トイレ方面。了解。女子トイレまで行かないで、あのエスカレーターの踊り場みたいなとこで待ってるね。了解。ボツも出てきました。両方で。了解。見えますね。うん、見えてる。今3下。で、女子トイレ方面歩いてって、
見えてない。はい、こっちでもある。で、左に行って、交差方面です。了解。こっち車乗っちゃうね、最近。了解。乗り込み発進って、丸一の方から見えるんでしたっけ？車から。見える。車はバックしてくれば見える。了解。じゃあ、こっちが乗り込んだら、こっち車戻るぞ。了解。で、こっちで降車マークは OK。了解。で、交通現れて、降車、まあ、ちょっと乗り込みとかは見えないけど、降車のケツは見えてるから。あ、今、こっちが車乗る前に、降車が今、パチで見えるんで、乗り込みまではこっちで来れます。乗り込んだら車、こっち乗っちゃいます。ああ、また写真撮ってる。ツーショット写真を今撮ってます。校舎の前で。もう写真を撮ることに驚かないよ、俺は。バイクはもう1階のとこで待機。だから多分ね、木降りてくればここの1階のロータリーみたいなとこに降りてくるはずだから、そっから合流してみよう。了解。丸に了解。今、校舎乗り込み、乗り込みです。こっちも車乗っちゃいます。了解。駐車場さ、車がつならなっちゃって、前の車が駐車しだすと動けなくなっちゃうからさ。あ、バイク了解。だって多分俺が捕まえられるよ。了解。で、バックランプついて、ほい。まあ、まあ今動き出すね、ゆっくりと。了解。で、ケツをまっすぐ引いて、まあ、駐車場出て右って感じね。進行方向、一通の方向に行って。了解。で、突き当たりを左。了解。左だけ車。まあ、2台入れちゃうね。あー、2台入っちゃうかな。ちょっとさ、バイクさ、P の車で詰まっちゃうから、フォローして。バイク了解。突き当たり右で、まあ、木更津方面か川崎方面か、一応両方行けんのか。分岐を川崎方面ね。で、今大きく U ターンしてる感じね、間1台。ああ、で、交通量多いよ。結構交通量多いから。今合流。ああ、ちょっと間入っちゃった。間4ぐらい、あ、間2かな？バイク見える？バイクで間2。ねえ、ちょっと待って。了解。どうすっかな。ちょっと詰めたいとこがいいかな、交通量多いから。そうだね。ただ、交差ずっと左車線のまんまだな。了解。まあ、ちょっと距離的な感覚で直視はできてない。間が2台。いや、バイクが前に出るよ。了解。いやー、校舎左に移った。いやー、左に行ってるから前入っていいよ。了解。はい、丸に前入っちゃっていいよ。はい。入りますね。はい。間が遅そうだけど、まあ、校舎もその前でちょっと遅くはなってるんで、右に行けばすぐ上がります。
了解。左に映ったな、青いトラックの前、ちょっと距離空いてるから。で、バイクが左に向かって、左に車線で間ゼロ、あれだったらバイクの前入ってゼロになる。了解。じゃあ丸1回バイクの前入りますよ。バイク了解。それでゼロ。それでゼロ。もうこれでゼロか。結構遠いな。了解。分岐手前で距離空いちゃったらバイク行ったら。そうだね。横浜行かないとは限らないからね。今800、3番下通過。まあ、一応今間1で見えてはいるけど。東京横浜方面ね、左側車線変わらず。俺カーブ抜けてすぐ分岐だからさ、ちょっと詰めるぞ。了解。で、分岐は、東京方面、右、東京方面。ちょっとスピード上がりましたよ。了解。じゃあ、どこレーン、真ん中？真ん中レーンです。ああ、これあれか。あれです、あれです。了解。ちょっと交通量増えてきて、一番右車線ね、こっちでついても間に。バイク了解ね。バイク左側から直視できてる。了解。ちょっとこのまま行かれると結構きついな。バイク了解。バイクが前出るよ。了解。ポーションも左行ったかもしれない。あー、左行った。トレーラー挟んで間行って。了解。分岐空調中は入らず本線、湾岸線行ってる。了解。大井まで 1.1 キロね。了解。はい。足料金でも近いから詰めるよ。了解。で、バイクで間1、真ん中で。了解。バイクで分岐詰めるよ。了解。抜けた。左に来る。で、コースは変わらず真ん中で。はい。で、ちょっとスピード上がったな。あ、真ん中で。真ん中戻ったね。うん。で、真ん中。バイクで見れます？うん、トラックが入っちゃってるから、左側から見る。了解。まあ、トラックの前で、ね、真ん中で。距離空いてます？いや、そんなに空いてない。了解。臨海副都心600、看板の下通過。了解です。まあ、そのトラック若干遅いけどね。まあでも意味がないからあれか。丸に了解。あれ、バイクは一番左で隠れてる感じ？いや、もう真ん中レーンで丸2の間行って、いつでも行けるから。了解。左カバーはしてるから。了解。で、イエローラインが終わって、あ、左来た。左、こっちで間ゼロ。バイク了解。出口かな。出口には出ないか。左側車線ね。こっちでゼロ。了解。了解。ゼロでついちゃうね。ちょっと詰まってる。お台場で降りんのかと思って。両方でお台場とかがあったから。
フジテレビ赤いですよ今日。あ、赤いね。本当だ。フジテレビ赤いね。はい。撮ってる。今こいつ3倍早くねえな。はいですね。じゃあこれからだよ。これからなんですか。なんかねもうすげえフラフラだよ。なんか携帯で。すごいね、左に寄ってる。なんだろう、なんか携帯いじってるとああやってフラフラ走る人多いんですよね。あー、トラック入っちゃった。間1年。はい、了解。いつでも行ってる。右に来れば分かるようにしてる。左ちょっと丸にでカバーして。了解。あー、左寄ってる。左に行く。左。左？了解。レインボーブリッジか。おう。全然車がいない。ちょっと間開けるよ。はい。こっから一番スピード出してくるかもよ。バイク合流だからもバイク前出るよ。了解。合流か、了解。で、また左側のまんまだね。右にはクラブ。了解。あ、レインボーブリッジ今日レインボーだわ。赤くなる。本当だ。真っ赤なところを通りたかったじゃないの。今日はレインボーだね。今日レインボーだね。めっちゃ綺麗。コロナの時とか赤でしたもんね。そうです。バスケが入ってきてるから左車線は変わらず、で、右運か、右運かどうか。了解。右に行ったから、で、少し距離空いてるから。了解。最近は最大級の左側、右から回ってくれれば前を出る。了解。バスの前の前で、差し越えて右カーブで差し進むランの合流だね。詰められたら詰めて。そうだ、先の合流詰めておいた方がいいや。ちょっと前入れてね。はい。それで間に、これで間にだっけ。多分2なんだけど、ちょっと見えてないな。了解。まだ2です。ああ、距離空いてんな。芝公園近いからさ、バイク。バイクが間1ね。芝公園の時は無限のまんま。22、温泉。間1、無限に合わせ。了解。バイク代々 1? バイク代々1。車どんな軽トラが遅いから了解、俺も食っちゃうわ。了解、じゃあ右と東京タワー、じゃあ左タワーで、東京タワーで、東京タワーで、東京タワーで、俺がちょっと看板した通過、無駄を点灯し、それで間に、あ、1。了解。あ、で、また2ね。左から合流だから。了解。ちょっと距離空いてるの。3入った。またバイクが前出る。右側でバイク代打2か。ちょっと終盤は合流が多いから。まあ間にね。どんどん上がってきてるから。やっぱり詰めといて。了解。で、今次はどこっちだ。今次に通過。このまま次は右側で。了解。バイク最大値入れたっしゃ。バイク了解。
回左からまくろうかな。そうね、ちょっとそれ落とそうだね。はい、間が抜けて間1、それの1だから。了解。ああ、左に絞ってる。一車線右に絞ってて右カーブね、間1。了解。3したのが上のか。で、本線合流、2車線になって右側、その先、下り坂の先が詰まってんのかな。300先は霞が関の出口ね。ちょっと見づれえな。詰めれるバイク。了解。左から。出口がまだ分からず。あー、出てた。はいはいはい、出口は降りず、降りずに通過。これで間1だね。了解。分岐まで200か。はい。ねえ、分岐だわ。そのまま C なんね。4号行かず C だ。インターバス。ああ、了解。神田方面。で、今週は右側。ちょっと車減ったな。一気に減りましたね。またちょっと走ってる。了解。で、そんな感じで変わらずね。左から合流の車来てる。了解。前出ますよ。それで遠目ゼロ。こいつ集団走るためにオーバーしてたんだろう。3倍速い。確かに3倍速い。左ウィンカー、トラックの前、分岐は本線。ああ、了解。で、ここの分岐もまっすぐ箱崎方面。バイク了解ですよ。了解。ちょっと緩くなりましたね。了解。了解。まあ、間半になってるね。バイク前詰めるよ。了解。まあ、抜けて、これで間に、バイクで2。で、右側見てて、俺左見てるから。了解。左ウィンカー、箱崎だ、箱崎出口。了解。箱崎出口な。箱崎。分岐左で箱崎出口。了解。で、ここで、パーキングかなんか行くかもしれないです。で、今、本線合流して、一番右、分岐一番右に行ったらね、ロータリーが、ロータリーに入ってきた。はい、箱崎パーキング、ロータリーで、ロータリー回って、で、先で行くよ、銀河一路、行こっていいよ。了解。ちょっと待つから。銀河一路で戻ってるから。銀河一路。6じゃないと思うけど、間違えたんかな。3か。今、右ウィンカーで合流。もう一個右ウィンカーで一番右のレーン行って、自分で間1です。まもなく神田橋ですね。
短い。神田橋200看板通過です。まだ左レーン間1のまま変わらず。あ、左ウィンカー出た。神田橋で降りますよ。左ウィンカー、バイク了解。神田橋出口了解ね。了解、神田橋出口で先止まれで流れ待ち。左ウィンカーで今左、あー我左ルーティン。あーちょっと歩行者で行けないな、やばい。その先青、はいはい、通過してそう。あー左ウィンカー、1個目通過で、2個目で左ウィンカー、2個目信号左、うん、赤待ち了解で、抜けるから。先頭で一番左で、後ろはゼロ了解。手前信号で、まあこっちも待ち見えてます。一応後者はバイク了解、バイク了解、オッケー。バスで、バス入っちゃって見えなくなった。見えないっす今。了解、バイク見える、到着して、オッケー。了解、バスが右行きそうなんで、多分結果間ゼロだと思うんですよね。で、今青変わって、左ウィンカー。左ウィンカー、了解。うん、バス。ああ、見えてる見えてる。今左。まあ、流れ待ち。間1でつけてる。今左ね、曲がった先100が赤で待ちになりそう。了解。あ、今青に変わった。信号は今青に変わって、同信号は通過。2車線で右側ねから1個左に移ったね。了解。まあ、その先の信号が赤でまた待ちになる。まるに了解。ずっとそのまますぐで1個目の信号で赤回って了解、青変わって流れ待ち了解了解。で、左ウィンカー出たな。左なんだ、ルートが全然わからんな。で、おさん、清水坂下信号左ね。で、1個目の信号右ウィンカーで赤待ち。まあ、もはやなんかかなりごちゃごちゃしちゃった。多分俺後ろから、バイクの後ろから来てるのがそう俺だな、多分。ああ、確認確認、後車確認ね、右ウィンカー。ああ、了解了解、右ウィンカー、それがそう。はい。まあ、こっち手前信号ですけど、あ、同時に青。了解。で、今青変わって、流れ待ち。この右折はつきたくねえな、一回路中すっかな。ああ、俺の後ろ、止める。ああ、前行く。はい、一回路中しちゃいます。了解。まあ、先行してバイク行けよ、路地っぽいから。はい、今路地右ね、今路地右。はい、バイク乗りたい。頭出しで見る。そのまま坂登って、結構まっすぐ行ってる。はい、上り切って確認時青、右ウィンカー、1個目の信号右。これ何か、なんだ、負けとしてるのか目的地があるかどっちかだ。信号右曲がって1個目の信号で赤待ち。先頭で待ちだね、待ち待ち一応。この辺、湯島のホテル街っちゃホテル街だね。で、先青。で、校舎は通過ね。了解。で、その先信号はなし。まあ、ブレーキ踏んでる。ブレーキ。あ、右ウィンカー。ほら、ホテルだ。ホテル。多分ホテル、一回通過で見ちゃうから。あ、
あ、ホテル、ホテル。電車が路地を右。了解。ちょっと見ちゃうね。あー、で、P 入ってく。路地右、右手が P。了解、了解。了解。こっち、こっち、あれ、立ちで見ちゃう、立ちで見ちゃう、立ちで見ちゃう。了解。あ、止めてる、止めてる。P に止めてる。いい、奥から出んのかな、ちょっとわかんないけど、まあ、ちょっと直視しちゃうね。あ、鍵閉めた、降りてきた、降りてきた。はい、いいので入り口方面ね。ホテル入り了解。あ、なんか人影が見えてきた。あ、こう多分赤だから交通だよ。出てきた、出てきた、出てきて、校舎方面。了解。Tは出て左しか行けなくて。了解、出てきたら分かります。了解。で、乗り込み、エンジンかかって、エンジンかかったから、こっち一回奥に抜けちゃうわ。了解。今、P の出入り口マークはできてる。あ、出てくるかな、ライトが見えた。出てきた、出てきた。了解。で、今、P 出て左。通りを右ウィンカー。確認です。出て右。一回、先青。了解。車戻っちゃうね、こいつ。了解。で、信号、黄色で、あ、町になる。町です。先頭町間ゼロ。あ、今ウィンカー出てないですけど、これ先まっすぐ直進できないんで右か左行くはずです。了解。青に変わって、左ウィンカー出ました。はい、今左で、その先が青ですね。了解。なんか駅でもなさそうだな、これ。物資置くのかも。そうですね。まあもう時間遅いですからね。あれ、オツ下ろして歩きになっちゃったら丸に行ける？まあ車の回収はこっちでするから。まあ、そうですね。青に変わって通過。こっちも対応できるように。まあちょっと距離詰め気味では行きますけど。ああ、まくってってる。ちょっと。バイクいいですか？左車線ね。先青ね。橋を越えて、1個目は青だけど、2個目で待ちになる。あ、1個目は通過されてるけど、次が赤待ち。で、バイクは行けてるから。了解です。で、次で赤待ちになってるから、先頭、一番左レーン、先頭2台目。了解。了解。で、対向が黄色から赤。で、直進左折の矢印が出て、走者は通過。あ、それで間1。了解。なんか遅い、トロトロしてる。了解。ちょっと距離空けるかな、じゃあ。
ねえ、ちょっと抜けときたいっすね。ちょっと自分ついてる、いいよ、抜けちゃって。後ろは全然来てないから。了解。ババラにしか。抜けときます。あ、左ウィンカー。信号左ウィンカー。了解。レバンの先の信号左。はい、了解。結構住宅街だな。曲がった先300が青、あ、ごめんなさい、赤ね、赤。了解。で、今青に変わった。で、通過。あーで、先の信号手前で左ウィンカー。信号まで行かないで、多分左に曲がりそう。左に曲がりそう。あー、今路地左。バイクが行くよ。曲がってくれば多分こっちで見えると思うんだけどな。どこ左か、そこか、そこです。ああ、確認確認、十字路で止まれ、今止まれね、よっか、こっちで後ろつけてる、止まれを通過してってる、また戻ってるね、もうダメだね、これ。ハザード、ハザード、ハザード、車行っちゃって、ハザードだ、降ろすぞ、困ってた、ハザードね、了解。ちょっと降ります。多分こっち校舎の進行方向の先の十字路にいる。了解。こっち一応直視で今後ろ後方で見れてる。一応降りればわかる。まだ実績は降りてない。了解。ちょっと隠れてるよ、こっち。こっち降りてます。降りてます。降りてます。まだ降りてない。まだ降りてない。進行方向先の十字路右行くと俺いるんで抜けちゃいますからね、こっちから。了解。まあ、進行方向から立ち位置とか絵が取れれば、一応後方からも一応これ降りるの取れてるからさ、立ち位置。いや、多分近いな。目の前、ハザードが見えるもん、こっち。了解。あ、助手席開いた。こっちやって、こっち降りるよ。こっち降りて。一応進行方向とされた、回ってるんで、あ、運転席、運転席の方、あ、なんだ、あ、頭突っ込んでる、あ、きつしてんじゃないこれ、頭突っ込んだ、了解、あ、もう一回突っ込んだ無線だけ聞いてると気合です、無線の突っ込んでみた、あ、これで分かれそう。あ、分かれた。一応、オツは進行方向あるけど、校舎の進行方向は路地左行っちゃった。あ、そう。確かに、見えてる、見えてる、見えてるよ。路地左に行っても見えてる。校舎がいるから、その都市に入れない。あ、校舎出発、うん、大丈夫、こっちで。校舎出発。こっちで見えてる。校舎出発だから、家詰めたっていいよ、それ。右に寄った、右に入りそう。右の。右の民家入り方、入り入り入り、民家入り、了解、おめでとう、一軒家、多分一軒家ですね、1階に玄関があって入ってきました、バイク了解、まあ多分これ内接の情報のあるお通じの近くでしょ、これ多分同じだろうね、入る前から明かりはついてたんで、人がいる感じでしたね。ちょっとじゃあ、一回離れよっか。なんか、動きも怖かったし。まあ、バイクも離れちゃうね。了解。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。長い時間ありがとうございました、今日は。いや、すごかったですね、今回も。そうですね、もうバイク入れて正解。本当ですね、うん、いやあそこの本当に、まあ、高速含め都内のところだとバイクいないと、そうですね、しかも離れちゃって、はい、何度か車だけだと置いていかれちゃってたシーンが、ね、うん、あったと思うんですけど、まあ、うまくバイクでリカバリーできて、まあ、結局仕事っていうのは全くの嘘 で、で依頼者のも本当に予想してた通り ETC の履歴で車で結構遠くに行ってるっていうのがあったので、まあ多分今回もこれ ETC の履歴見られると思うんですよね、そうですよね、うん、で報告書の方と見合わせてみて、女と、ね、デートして、しかもホテルも行ってくれてましたし、まあ、
依頼者様が喜ぶ結果になったんじゃないかと思います。意外とそういうところ抜けちゃってる人結構いて、行き先がバレちゃったりクレジットカードの使った場所とかもそうですよね。レシート取っとくような人なんかは財布の中に全然知らない土地のレシート、飲食店とかだと人数出るんで2人分の飲食とか、そういったものが怪しい証拠として、ただそれだけだとやっぱ証拠にはならないので、そうなんです、本当に証拠にならないものを突きつけて警戒させちゃって、でそこからもう会わなくなってしまったって言ったら、せっかくある証拠がもう無駄になっちゃうので、本当に流行る気持ちを抑えてしっかりとした強い証拠を取っておけば、後から本当に有利に話を進めることができると思うので、まずは無料相談、ここからどうしたらいいのか、本当に質の高い調査をご提供できると思いますので、あれば本当によろしくお願いいたします。はい、お疲れ様です。